前回の密着からおよそ10ヶ月、群雄割拠のアイドルシーンを生き抜くスーパーガールズの今を追った。活気立つ現在のアイドルシーンの中でリリースしたシングル作品全てがトップ5にランクイン。さらに日本レコード大賞新人賞受賞など輝かしい功績を作り上げているアイドルグループ。彼女たちの名はスーパーガールズ。明るく元気がモットー、アイドルソングの王道を突き進むスーパーガールズが本流門に再登場。次こそは絶対期待を裏切らないためにも負けてられないなっていうのはもちろんあります。力強くパワーアップした超絶少女、その目で確かめよう。2010年12月にメジャーデビュー以降、リリースしたシングル全てがオリコンチャートトップ5にランクインしているスーパーガールズ。メンバーはリーダーの八坂沙織、志村梨花、宮崎里奈、渡辺光、勝田里乃、新井玲だ、田中美玲、溝手瑠香、後藤綾、前島亜美の10人。前回の密着からおよそ10ヶ月、スーパーガールズの今を追った。私最後のライブ楽しいライブにしましょう。はい、せーの、スーパーガールズ。2012年は目標が紅白歌合戦に出場することだったので達成できなくて、全然実力が足りなかったのもありますし、今まで応援してくださってたファンの方に申し訳ない気持ちとかもすごくその時に味わったし、でもここでめげずに次こそは絶対期待を裏切らないためにも私たちが下を向いてたらどうするんだっていう気持ちに切り替えました。目標には届かなかったものの、初めてのツアーや初の演技にも挑戦。さらに A ネーションのステージにも立ち、去年1年を全力で走り続けたスーパーガールズ。しかし見えてきた課題もある。私が一番スーパーガールズに足りないなって思ったのは自主性。積極的に前に出る姿勢が足りない。その思いが芽生えたのは後輩アイドルたちの存在にある。もともとダンスをちっちゃい時から習ってたとか、ダンスと歌のスキルが高い子が妹分にはすごく多いなって感じてて、負けてられないなっていうのはもちろんあります。スーパーガールズが所属するレーベルアイドルストリート、現在スーパーガールズを筆頭に、先月リリースしたメジャーデビューシングルがオリコンウィークリーチャート4位を記録した LINE のグループ、チーキーパレード。今年の夏にメンバーの決定が予定されている第3のグループ、ジェム。さらに全国各地に所属するストリート生によって構成されており、その総数は50人を超える。後輩たちの目に先輩であるスーパーガールズはどのように映っているのか。見せ方がすごいやっぱ上手だなって思ったんで、ファンの人との一体感がすごいですね。スパガさんはすごい完璧で、パフォーマンスも楽しいも何でもできて見習いたいなって思いました。メール読んでもらいましたか。はい、こっちにはけてるの、はけてるの覚えてる。あ、妹分が入ってくることによってミーティングを重ねることも多くなりましたし、スパガもなんかちょっとまとまれたなって思います。後輩たちの存在から育まれた自主性、それが今スーパーガールズをさらなる高みに押し上げている。そしてスーパーガールズにとって勝負となる新たな1年が幕を開けた。本当に挑戦の1年になってくると思います。皆さんの夢を
年のテーマが挑戦で、今のスパガが挑戦するから意味があると思うので、正直不安ですよ。でもやっぱりみんなで今まで築き上げてきた3年間を思うと、ステージに立って歌ったり、こうみんなの前に立つことって好き？